FM Yokohama EK Radio 新軍の夜のチューステイ FM Yokohama EK Radio 新軍の夜のチューステイ。こんにちは、クロスチンの新です。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問はシン君、中学生の時はどんな性格だった？あ、これ僕の子供の頃とか小さい頃の話を続けていくパターンですね。僕の中学生の時はですね、ランチの時に、みんなでサッカーするのが好きで、普通っていうか、なんかその時はこうクラスメートの友達とかによく芸人になればって言われました。面白い人って書いてローリングペーパーとかに、君はすごく面白いとかがすごい多かったんです。なんか多分人を笑わせるのが好きだったと思って、多分面白いこといっぱいやってただと思います、今思うとね。はい、そういう性格でした。はい、この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスして、ぜひ皆さんチェックしてください。さて、今週も先週と同じく2000年代のヒットソングを皆さんにお届けしたいと思います。いろいろこうどういう曲を流そうかなと思う途中に、こうやっぱりシン君がこう成長しながら聴いてきた曲たちが多かったので、昔の気分になって、すごいなんて言うんだろう、こう懐かしい気持ちと一緒に、すごい嬉しかったのもあります。そういうこう感情を皆さんに一緒に共有できてすごい嬉しいなと思います。なので今週の、曲も楽しみにしてください。さて、オープニングナンバーはこの曲です。キミョンジュン、クニョガウチャノ。くれくろけちぇばじょんぷそば웃는여자중엔니가제일예쁜걸내맘앞에손사래쳐도좋은듯행복한듯웃는니가나의삶에햇살이잦는밤새도눈빨개져도나좋았어널 떠난 사람이 될 수 있다면 널 울
送りしたのは김영중그녀가웃잖아でした。크로스진의추억クロスジンの主張。皆さんのクロスジンの思い出を紹介します。ラジオネームリーさん。私のクロスジンの思い出はクロスジンの曲を初めて聴いた時の思い出です。その頃はシンくんのことはドラマで見て知っていたのですが、クロスジンのことはまだ曲すら聴いたことなくて、たまたま子供たちが見ていたアニメのエンディングで使われていたのがクロスジンのラブ&ピースでした。毎週子供たちはアニメをエンディングが流れるたびに大合唱していて、私もすごく好きな曲だったので、歌っている人を調べてみたらクロスジンでした。クロスジンという名前はシンくんが所属しているグループということまで知っていたのですが、すぐミュージックビデオを検索して子供たちと何度も見ました。おお、そういうことですね。そして気がつけばクロスジンの他の曲のミュージックビデオも見るようになり、すっかりクロスジンのファンになりました。イエーイ、ありがとうございます。はい、あの時は子供たちとカラオケで何度もラブ&ピースを歌って、私の中ではクロスジンといえばラブ&ピースです。なので好きな曲もラブ&ピースです。はい、ラブ&ピースはですね、アニメデュアルマスターズ VS レボリューションのエンディングテーマになっていましたよね。はい、すごく僕もラブ&ピースの思い出ならいっぱいありますけど、やっぱ全国プロモーションの時に一緒にこうタオルをみんなで回すこともあったし、階段の3333階段上りもやってたし、本当になんかその時にもなんか多分僕がニンニン座出演した後だったから、なんかこう九州で会ったこう子供たちにニンニン座で出た25話で出たヴァンパイアって知ってるって言ったら、知らないって言われたけど、とにかくその人が僕なのって言ってあげた記憶もあります。はい、ラブ&ピースすごいいい曲ですよね。なんかこう曲調もすごくいいし歌詞もすごくいいけど、とにかくライブで皆さんと一緒に一つになれる曲なので、僕はこれを歌う時のステージの上が一番気持ちいいなと思うくらい最高の曲だと思います。それではリーさんのリクエスト曲です。聴いてください。クロスジンでラブ&ピース。
can fly 手放せぬ願いを流した涙を You will see those fans have made you stronger Stand on and be yourself It's time to fly 夢見た未来のその先の世界へ Oh 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 くぐれた旅だと思うまだ誰も知らない場所を目指して飛べ Oh 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 ここからさらめび Oh 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 ここからさらめびお送りしたのはクロスチンで Love and Peace でした。真君、韓国語가르쳐주세요。ここでは真君が韓国語を教えちゃいます。はい、靴にまつわる韓国語です。基本的に全部英単語なのでちょっと発音が違うだけです、なので簡単でもあります。皆さんよく聞いて真似をしてくださいね。まずスニーカーはスニーカースニーカー、マネ。サンダルはセンデル、センデル、マネ。ヒールはヒル、ヒル、マネ。ブーツはブツ、ブツ、マネ。レインブーツはレインブツ、レインブツ。スリッパはスリッパ、スリッパ、マネ。はい、簡単ですよね。こうもう一回ゆっくりと言ってみましょう。スニーカーはスニーカー、サンダルはセンデル、ヒールはヒール、ブーツはブーツ、レインブーツはレインブーツ、スリッパはスリッパ。これはまたこう聞いてみてると同じじゃないって思うかもしれないんですけど、正確に細かく聞くとちょっと違いさがあるんですよ。でもこうこれを完璧にできたら、あ、韓国語は成長したなと皆さん思うと思います。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲はユンハ、ピミルボのサパリュ。한시간마다보고싶다고감정없이말하지마라흔하게널린연애지식은통하지않나Bye.
전화와 유나 비밀번호 486 대시다. 반짝반짝 뉴스. 고고대 한국의 정보를 伝えます. 今回は 한국의 드라마의 스토리가 시청자의 의견에 変わるのは 本当ですか? っていう質問に 答えてみたいと思います。 これは マダムシンさんに答えてもらいましょう。 マダムシンさん、はい、私久しぶりだね。私はね、この話をしたかったんだけどね、韓国のドラマのストーリーが視聴者の意見に変わるっていう話はね、作家によってやっぱちょっと違うと思うのよ。こういう人もいればああいう人もいるし、 韓国のドラマは昔はね、1週間に2個の放送なら1週間に2個を全部撮るみたいな、急いで早く撮るみたいな環境だったから、そういうことがよくできてたのよ。だけど最近は先取りになる方も多くなって、こういう視聴者の意見で変わることはあんまりなくなったんだけど、たまにこうストーリーが変わる ようなことは昔あったっていう情報を皆さんにお伝えしてます。はい、っていうことで、よくこうマダムシンさんが答えてくれたんですけど、やっぱ作家さんによってはこう放送しながらストーリーを考えている方々もいて、よくこう話がこう行きながらこうなっていくほしいなっていう意見が多い方面で行く方もあったとは思います。僕はそういう ドラマは多分やったことないと思うんですけど、台本がこう、まあ、来週の放送で台本がそう先週に出なくて、僕は待ってて待ってて、その前日まで全部撮って次の日に放送みたいなのはあったんですけど、最近のドラマはやっぱ先取りが多くなり、こういうのはあんまりないみたいです。韓国もこう 全部取ってその後に放送みたいなシステムになってきたので、あんまりないっていうことなんですけど、昔ならこういうこともあったかもしれないっていう韓国情報でした。はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。次の曲はユンドヤン、사랑했나봐。 수가 없어
でした。 FM 横浜 EK Radio クロスチンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューステイいかがでしたか。ここで100の質問に答えます。シンくんはお寿司にわさびをつけますか、少し多めどっちっていう質問ですけど、まず、お寿司を食べるときはわさびはつける方です。そのやっぱわさびがあると、もっと美味しくなる感じを、感じるっていうか、でもやっぱり多めではないんですよ。こうわさびの味に、刺身の本来の味がなくなるっていうか、なので僕は少しこうちょっとわさびの味がするなっていうくらいのレベルで、入れて食べるのが好きです。はい、お寿司のこともやっぱり思い出がいっぱいありますけれども、やっぱりこうお寿司は本当に好きで、記憶に残ってるのはこういつだろうね、大阪に行った時に、多分こう日本デビューしてプロモーションでいたと思うんですけど、その時大阪に行って、食べた寿司が記憶になぜかすごい残っています。たくさん食べてて、美味しいなとすごい思っていました。さあここで明日担当のハヤト君に僕から質問します。ハヤト君、僕はお寿司が好きなんですが、ハヤト君はお寿司が好きですか、何のネタが好きですか。ちなみに僕は大トロが一番好きです。それでは最後はしんくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。どんな思い出でも皆さんがいるところが一番好きだよ。はい、今日もいろいろこう皆さんと楽しい時間過ごしましたが、皆さんどうでしたか。僕はすごい毎週毎週こう皆さんとこうやってラジオで出会えることに感謝を感じますし、皆さんの話もいろいろ聞けるし、皆さんからの質問もいろいろ聞けるし、すごい楽しい時間を、過ごしていると思います。皆さんも、これが多分一日の締めくくりになる番組だと思うんですけど、毎週火曜日にこれを聞いて、皆さんの心のちょっとでも安らぎになったらいいなと思います。はい、 FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチュースデイクロスチンのシンでした。アンニョーン。